日本代表 MF、久保建英がレンタル先のビジャレルでわずかな出場時間しか得られていない。上に、レアルマドリードは、怒りを覚えていという、スペイン、カデナセールが5日付で伝えた。今シーズンの久保建英はダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、昨季の、ま、夜課で高評価を受けた久保は、さらなる性の場とするためビジャレアルへ、レンタル渡る。だが、リーガエスパニョーラ開幕から5試合を得て先発出場はなく、いずれも交代出場にと待っている。3日のアトレティコマドリードでもラスト5分余りのプレーのみとなった。例時間は5試合で、合計わずか55分。移籍当初の待ちを大きく下回る出場時間であり、マドリー、この現状に怒りや失望を覚えているとスペインメディアは伝えている。今年夏には25クラブ上が久保のレンタルに関心を示し、レアル、ドリードで最も多くのオファーを受けた線だったという。その中でも久保が昨季のマジ、ルカからもう一段階ステップアップして生を遂げるために理想的なクラブとしてビジ、レアルが選ばれたが、ここまではその思惑通りにことが進んでいない。マドリーでは、昨季も、シーズン前半戦にレンタル先で、出場機会を得らなかった選手を1月に呼び戻してたクラブに、うんたるするという例もあった。現時点では9に関して、説明を求めることや劇的な対応は定めしていない。我慢して、チャンスが来るのを、つとされているが、引き続きマドリーはビジ、レアルでの久保の状況を注視していくよう、了。